コスモスのポップアップカード。プリントアウトで簡単に作れます。まず説明書をプリントアウトしてください。端に花の中心の型紙がついていますので、これを切り取ってください。真ん中の点線部分で2つに折ります。これを黄色い紙と重ねます。少し厚めの紙なら、色上質紙でも画用紙でも構いません。2つ折りにしたら、型紙とぴったりと重ねます。ずれないようにホッチキスで留めましょう。点線の部分で後から折りますので、ボールペンなどでしっかりとなぞって折り筋をつけておきます。丁寧に一つずつ切り離していきましょう。切り離したら型紙を取って、ボールペンでなぞったところを何回か折って折り癖をつけておきます。これを7個作っておきましょう。刃は色上質紙に直接プリントしてください。これを4つ折りにします。刃と刃の間をホッチキスで留めていったら、大まかに切り分けておきます。ホッチキスで留めてないところから切っていきましょう。刃の先から V 字に切り込むと切りやすいです。最後にホッチキスで留めているところを切り落とせばバラバラになります。大きな刃も同じようにホッチキスで留めていない刃の先の方から切っていきます。最後にホッチキスで留めたところを切り落としましょう。これで刃の準備ができました。花も色上質紙に直接プリントしてください。花は7ついりますので、2枚プリントアウトしましょう。型紙に沿って大まかに切り分けておきましょう。まず、この線で山折りにします。花びらと三角の部分が見えます。次に、この線で谷折りにします。花びらと三角が隠れます。最後に折り返すと、八つ折りになって花びらの形が見えます。この線に沿って切り取りましょう。開くと8枚の花びら型になっています。線のところで切り落としたら、隣の花びらも1枚切り取ります。
この花びらも使いますので置いておきましょう。1、2、3、4、5、6、7枚作っておきます。印刷の線がない方にハサミの先などで筋をつけます。真ん中両脇というふうに3本ずつつけていきましょう。手の上でハサミの先をつまむようにしてつけても構いません。花びらにも筋をつけておきます。やりやすい方の方法を使ってください。次に色付けです。柔らかいクレヨンを牛乳パックなどにこすりつけておきます。指にラップを巻いたらクレヨンをつけて先ほどの花びらを優しくこすります。そうすると薄く色づきます。今度は先の方を強くこすります。先の方だけ濃く色づけしてください。もう少しピンクっぽい色上質紙にも同じようにして色付けしてみましょう。今度はピンクでやってみます。優しい色合いです。紫色も使いました。7枚目はいろんな色を混ぜて他にはない色を出してみました。花びらにも同じように色をつけておきましょう。同じ色で3枚色付けします。もう1枚は濃く色付けしておきましょう。これはつぼみになります。さらにもう1枚色を変えて濃く色付けしておきます。これもつぼみになります。花びらの用意ができたら中心部分に糊をつけます。この両端の丸いところに糊をつけて半分に折って花の中心に合わせます。 V 字型に切れているところのちょうど反対側に貼ります。花びら2枚で挟み込んで今度ここに糊をつけて最後に三角の部分を貼り付けます。7枚とも同じように貼ってください。これに刃を貼っていきます。花びらと花びらの間から刃が覗くように貼ります。1枚だけ貼ったら裏返してもう1枚も同じように貼ります。これも7枚とも同じように貼ってください。外側に貼る飾りのつぼみや花を作りましょう。濃く色付けした花びらを丸く切ってこのいくつにも分かれているところに貼ります。つぼみ1個だけの方は余分な葉や茎は切り落とします。こちらはつぼみ1個と開きかけの花を
つけたいので花びら3枚。こんな風に貼ります。これで飾りができました。飛び出す仕組みを作るには、花をこの順に並べます。花の色を考えて、並べる場所を決めましょう。一番初めに糊をつけるのはここです。端っこだけに糊をつけて、真ん中を合わせて貼ります。二番目はここです。これも端っこだけにつけます。全体につけると開かなくなるので気をつけましょう。3番目は3箇所糊をつけます。はじめに置いたのと同じ位置にぴったり重なるように貼ります。4番も3箇所糊をつけます。5番は反対側に3箇所です。6番はまた上3箇所に糊をつけて、最後の1枚をここに貼ります。糊がはみ出して余分なところがくっついていないか確かめましょう。この状態でしっかりと乾かします。台紙は内側になる紙は中表に、外側になる紙は外表に折ります。外側になる紙は角を丸く切ります。内側になる紙を少し小さくしたいので、短い方を1センチ切ります。この開く方は5ミリだけ切ってください。これも端を丸く切っておきます。2枚を貼り合わせます。内側になる方にぐるっと糊をつけたら、きちんと真ん中に挟み、余白を確かめてから糊付けします。反対側も同じように糊付けします。ここに大きい葉っぱを4枚置きます。位置が決まったら糊付けしていきます。糊付け紙を使って葉っぱの先までしっかり糊をつけてください。4枚とも貼り終わったら浮いているところがないか確かめて、もし浮いていれば、糊をつけてしっかりと貼ってください。花が乾いたと思います。真ん中の黄色いところを内側に押し込んでいきます。腫れていないところがあれば、楊枝の先など細いものを使って糊をつけましょう。
これを先ほどの台紙に挟みます。真ん中の線に合わせて位置を決めたら木工用ボンドを使って貼ってください。この部分は一番剥がれやすいのでしっかりと貼ります。開いて反対側にも木工用ボンドをつけます。先の細い木工用ボンドがない場合は綿棒や楊枝の先にボンドをつけてください。乾くまでは開かないようにしましょう。外側に先ほど作った花やつぼみを貼っていきます。開く方が右に来るように開きかけの花とつぼみを貼ります。こちらが表になります。裏にはつぼみだけを貼ります。しっかりと押さえて先ほどボンドで貼ったところを持って開きます。ぎゅっと押さえましょう。まだくっついていなければもう少し乾かしてください。メッセージを書いて出来上がりです。開くとコスモスの花が飛び出してきます。閉じた時裏にもつぼみがあると可愛いですね。今回はプレゼント用に和風のちょっといい紙を使ってみました。表は小さい四角の並んだ上品な市松模様です。内側は丸い模様が美しい玉敷を使いました。お好きな紙でオリジナルのポップアップカードを作ってみてください。